ノックは無用は関西テレビ他で放送されていたトーク番組である。制作局の関西テレビでは1975年1月18日から1997年9月27日まで毎週土曜12時13時に放送。元漫画トリオの横山ノックと上岡隆太郎が司会を務めていた土曜昼の公開番組で当時西天馬にあった。 関西テレビ級社屋のスタジオから生放送されていた。ノックたちがゲストに迎えた人物のエピソードを聞き出していくというオーソドックスなタイプのトーク番組であるがトークだけでなく特徴的なコーナーも設けていた。また観客を女性のみに限定していた。番組セットのボードにはナルセコくばれによるその時々における旬の人物のイラストが描かれていた。番組中にかかる音楽は その関西的なメロディからしばしば、木田太郎の作曲だと誤解されるが、宝塚歌劇団の劇中音楽を中心に、活動する高橋城が担当したものである。1997年9月27日、その5日後に関西テレビの社屋が大木町へ移転するのが決まっていたことや、当時大阪府知事だったノックが、公務等の都合でこれ以上出演するのは厳しかったことなどから、 番組はこの日の放送をもって22年9ヶ月間の歴史に幕を閉じた。司会は長らく横山ノックと上岡隆太郎のコンビで行われていたが、ノックが大阪府知事選挙に出馬した1995年3月、及びその翌月の知事就任以降は、桑原翔平が司会を代行。その後は、桂若々が公認を務めていた。桑原が出演しない日は、 ハイヒールモモコが代打司会を務めたノックの参院選や大阪府知事選の選挙運動期間中にはカルーセル巻や桑ワハラ進平ダイラなどが上岡とともに代打司会を務めていたまたその間は公職選挙法対策のため番組自体もロックは無用と一時解題した上で放送されていたそして通常は CM 入り前にドアを2回ノックする 効果音の後にノックによるノックは無用のタイトルコールを流していたがノック不在時には情をかける効果音の後に上岡によるロックは無用のタイトルコールに変更していた番組の構成の順番に記す他にノックが不知事になって数回のみ今日の知事さんというコーナーも行われていたが登場がわずかに1回だけで自然消滅した 最終回には、長男の山田和孝と共に、ゲストとして出演し、最後には、自ら最後の呼び込みをした。そのゲストとして司会者席にいた弱ク,クとゲストの、和孝が出演した。番組のメインコーナー、毎回5組が出演する。ゲストには、それぞれのトークエピソードになぞらえて、ご機嫌さん、爽やかさん、憧れさん、失敗屋さん、自慢屋さん、仲良しさん、フットライトさん、 ゴリゴリさん、アツアツさん、ヒトスジさん、名物さんなどと少子紹介。この際に発する上岡のゲストに関する縦弁な紹介ぶりも大きいわだった。制作局の関西テレビが当時半球、東方グループの一員だったということもあり、宝塚歌劇団のスターも数多く登場した。ちなみに前週などにあまりに豪華なゲストを招きすぎると、数ヶ月に一度の割合でゲスト全組が、 関西在住の芸人やタレントで固められることがあった。東京からのゲストが来られない時にはピンチヒッターとしてリリアンや前日のカリューセル巻などを呼んでいたが彼らは番組初期の視聴率向上に貢献したことから困った時のニューハーフ都市会の上岡が当番組最終回で語っていた。当時関西では土曜日に自社制作番組をローカル 全国ネットを問わず放送するつぼねが多かったことから、事故のキャンペーン活動のために土曜早朝のラジオ、番組、土曜朝8時台のワイドショー、土曜昼のこのノックは無用。そして日曜、月曜早朝の番組と続けて出演する東京のタレントもいた、観客の一般女性をゴージャスに変身させてあげようという企画、番組のオープニングで変身する女性を決定する。 まず観客から3人が抽選で選ばれ、彼女たちには視聴者からはがきで寄せられたオリジナルの早口言葉を言ってもらう。残りの観客全員の審査によって最もうまく言えたとされる1名が番組で用意した豪快賞に変身できる。また、早口言葉に挑戦する女性を上岡が抽選する際にはお約束があった。それは横にいる横山ノックがその頃のヒット曲を歌うのだが、 どの曲もタイトルを聞いただけで、ノックが適当にでっち上げたオリジナル曲とかしていた。また、最後に、笑いに包まれたスタジオを、やかましな、と一括し、オチをつけるとともに、番組の進行を促すという流れであり、ノックのお茶目ぶりを見せつけた。これは、ノック交番後も、桑原や弱々に引き継がれた。そして、番組の最後に、返信の結果が披露される。 変身のコーディネートには、ルリオチアイ、ヘアメイクには、村上京子がそれぞれ当たったが、装飾品の一品一品が豪華であったため、結果的には、近畿方言で言うところの、いわゆる、ごったにに近い結果をもたらし、苦笑を招く、変身の方が多かった。変身前に、上岡が、どんな変身をご希望ですかと尋ねるのが通例であったが、あまりに突飛な変身が続いたせいもあって、 そのまま着て帰れるものをと答える人が続出し、これも会場の苦笑を誘った。また、身につけたその衣装や装飾品はすべて稀にトークの時間が押してしまい、使用した商品とその総額の紹介ができずに女性が登場しただけで終わることがあった。同コーナーでは変身した人が登場する前に衣装や装飾品を提供した企業を紹介する時間があり、上岡が 提供企業を紹介した後に社名を横山ノックが復唱するのだがカツラの提供をしていたフォンテーヌやマキシンの場合にはノックが独特にフォン、テヌ、帽子はマキシーンと発音したことから一躍有名になった。ありがとうございます。